夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ。夜桜さんちの大作戦、朝の太陽役の、昼川光線。お、出ちゃった。ちょっとな、やだ。あ、ごめんなさい。です、アップデートのことをつけたいんだよ。朝の太陽役の川島レイジです。みんなわかんないわよ。今ね、乗っかるか。熱い。夜桜むつみ、今役の本土楓です。毎週日曜日午後5時 MBS TBS 系の全局全国28局ネット日豪屋で放送中のテレビアニメ夜桜さんちの大作戦を盛り上げるというミッションを背負った番組、今週もスタートしました。はい、スタートしました。先週の分と今週の分と、まあ一緒に撮ってるわけなんですけど、うん、合間でね、合間でね、お味噌汁をいただきまして、今室温 28.9 度に上がってます。そう、先週の時に暑いなみたいな話をしたんですけど、なのに味噌汁を私たちは入れて止められなかった。ついついね、ついつい、まあ、なぜかというと、やばい、どんどん上がってってるよこれ。30度なるんじゃない、終わる頃にどうなるのか、皆さん交互期待。まあ、ちょっとでも空調入れちゃったからな。入ったかな、空調。負けないように頑張ってこう、空調にぬるめの風が出ております。出てるね、はい、気合入れてこう。気合入れてこう。気合入れてこう。そうだね。で、なんでちょっと味噌汁飲んでったかっていうのも、あ、こじつけますと、13話はね、放送された直後でございまして、13話はね、川下委員に潜入しましたからね。変装してね。変装してね、夜桜夫婦の変装、皆さんいかがでしたか。ねえ、あれもなんかどこまでをその変装してるおじいちゃんおばあちゃんを声で演じるのか、それとも地声なのか、そうそうそうっていうね、結構それもディスカッションしながらやった ね最初、なんかあれなのかなって言って、多分なんか変装してもらってんのは、まあ、健吾にやってもらってる、どうかな、どう、編成機もついてるかなとか、そう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 、なしてたけど、もう地声ですと。地声です、だから地声でね、太陽と、しかもむつみもあの声が出せる、ね、むつみもね、むつみああいうのなんか好きっていうか、ノリノリでやってくれるからね。ノリノリで可愛かったよね。素敵だよね、ほんとね。そう、だからちょっとああいうスタートになりましたね。太陽、胸キュンの時、胸キュンの時、太陽おもろかったなと、まあ、B パートはそんなのがありまして、 A パートの方はね、前半ね、個人図書館という、ね、個人図書館ですね、はい、めいちゃんですよ。めいちゃんという新キャラが出てきまして、はい、先週私が見どころとして挙げさせていただいた大好きな人が来るみたいな、うん、私大西沙織さん、同じ事務所の先輩なんですけど、うん、大西沙織さんが大好きでして、昔からみたいな感じなの、もう、はい、何年も前から、まあ、このお仕事始めてからすごい好きになっちゃいまして。素敵だよね、大西さん、ね、もう素敵、なんか人間をダメにするというか、なんかちょ、なんて言うんですか、沼ですね、その沼、うん、人間ホイホイじゃなくて、なんて言うんですかね、うん、なんて言うんだろうね、人をその気にさせる、そうね、え、なんだろう、人間ドプドプとかってこと、ドプドプ使っちゃってる沼にね、もう抜けられない、落ちちゃってね、めいちゃんに刺されたいもんね、ちょっと大西さんの声なら刺されたい、刺されたいよね、正直すごい素敵だったな、素敵だよねっていうね、ありまして、まあ、でもめいちゃんの、まあ、その前半は、うん、まあ、その個人図書館でさ、そうなの、まあ、ビー玉的なさ、高額保存体、ね、あれが鍵だったっていうところ、黒顔から託されたと言いますか、そうそう、あれのやつの光学保存体で、うん、まあ、ちょっと解析するとどうやら、そうそうそう、むつみの両親の結婚披露宴に太陽の両親もどうやら参加していたらしい、うん、ね、だからね、むつみと太陽がそれぞれ生まれる前から交流があったっていうのが分かりましたね、うん、そういうことが分かって、で個人図書館で行って、うん、まあ、そのお父さんのね、うん、やつを見つけ、ファイルを見つけるんですけれども、内容は消されていると、うん、一体誰が消しているんだとなると、そこで出てきたキーワードがタンポポ、タンポポ、タンポポ、どないや、誰や、何者なんや、うん、ということで、うん、どうや、まだ茶屋町の大阪を引きずってらっしゃるんでしょうかね。
俺今引きずってた？若干引きずってた。え、記憶が。どないやねん。どないやねんっていうことでね。やってたね、関西弁でね。そうそう。でも俺ら多分出禁になってんだよね。俺らじゃない。俺だけだよ。うん。コンリスさんに言われてたからね。もう大阪の地を踏めないよみたいな。夜桜でまた行かせて、大阪行かせてね、なんてありましたけど、うん、まあ、まあそこでなんやかんや解析というか分析したら川下誠っていう人がちょっと浮かび上がってきて、誰やねんと、また出てるわ、誰やねんと、また出てるわでしょ、出てくるでしょ大阪ね、うん、だからそう後半でね病院行ったんだよね。これの計画がね、ちょっとやばいんですよね。いや、そうなんだよね。やっぱこう夜桜の血がすごい。血がすごいらしいんですよ。DNA と言いますか。そう。なんやそれ。これがソメイヨシノ計画と言って、はい、それを入れると強力なドーピング剤になって、そう、ソメイニンっていうね。そう、ソメイニンです皆さん。ソメイニンです。うん、そう。これはね、上田裕二さん、うん、はい、川下さん演じる上田裕二さんが。川下さんが演じてるんですか。川下誠演じる、はい、ゆうじさんが、うん、危ねえ BGM 下がってってるよ、危ない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 、今いろいろ打つ準備できてるよギリギリだよ、はい、よし、大大大先輩でございますからね。大大大先輩でございますから、その上田さんが、これが上田さんがめちゃくちゃ長いモノログがあるんですよ、はい、そう、解説するというか、解説するところがあって、ね、そこで、まあ、読んでるのは太陽なんだけど川下の声でね流れるということで、ゆうじさんが読んでいただいて、そうですよ、ソメイニンとは、うん、これは夜桜の中央って、かっこよかったよね、あれがかっこよくてね、でもね、ソメイニンって初めて出たワードだから、そうなの、アクセントがね、まだなんか全員こっちキャスト側はソメイニンって思ってたの、ソメイニンなのかな、少々お待ちください、決まりました、ソメイニンです、みんな、まさかソメイニン、目が上がるの、確かにね、なんか、うん、サプリっていうか、なんかそういう系ちょっと上がるよね、テアニンとかチロシンとか、カフェイン、カフェインですね、そうなんだよね、はい、苦戦されてました、はい、29度に室温が上がりました、上がってます、どんどんどん29度、じわじわ上がって29度、はい、室温すごいね、はい、ということで狙われていたのは、うん、むつみの心臓、いやだ、まあそうだよね、そうすればね、うん、当主の心臓が手に入れば、 その、ね、ソメイニンが媒介して、そうそう、その成分ね、そうそうそう、成分をねたくさん増やせて、どんな悪いことにも使えちゃったりとかね、できちゃうってことですかね、だからね、もう折り返しなんで、これ2クール目はどうなっちゃうんだっていうところでございます、ここでございますか、はい、後半さらにどうなっていくか楽しみですね、後半へ続く、2クールへ続く、はい、続く、それでは始めていきましょう、帰ってきた、お桜さんちの大作戦スパイデイレディオミッションスタート。夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ。改めまして夜桜さんちの大作戦、朝の太陽役の川島玲二です、そして、うん、チェケチェケ夜桜、うん、むつみ役の本土楓です、ですですです、では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 、リスナーの皆さんというスパイの皆さんからね、届いた、滑っていますね、ごめんね、そうだよね、それはもう真に受けるよ、ごめんね、私も止められなかったよ、ね、やっちゃったね、乗っかっちゃったね、うん、気温のせいだよ、室温のせい、そうだね、うん、今現在は29度、まだ29度です、まあもうこれ以上はさすがに上がれないでしょ、でもせっかくなら上げたいよね、上げたい、うん、上げたいよ、ね、30度見たいよね、行きたいね、うん、頑張るか、しゃしゃ、お願いします、スパイネームツバポンさんからいただいております、おいしそう、おいしそう、レイジルこんばんは、ママエイデちゃん毎週本当にお疲れ様です、あ、別れてる、本当だ、ありがとうございます、第10話視聴しました、ありがとう、エイデちゃんが大好きなほっぺにキスのシーンからの京一郎の血涙までのセットで始まり、はい、ケンゴよりも出番の多いゴリアテに背中に乗ってもいい段階まで認められ、散歩のとこだね、ゴリアテの、はいはい、どんなにいびられようと家族として大切にするで
京一郎をもだえさせた太陽の成長が感じられる回でしたね、うん、お二人は家族に認められたりされてむずがゆくなったことはありますかとのことでございます。ありがとうございます。キス回だね。キス回というかほっぺたですけどもね。いやでもなんかキュンとしちゃうよね。キュンとしちゃうね。ほっぺたにチュン。やっぱむつみとしては、うん、そのいつキスしようかなみたいなのをちょっと考えてたりしてたのかな。どうなんだろうね。ないのかな。太陽の方はなあ、どうなんだろうね。考え、一人考えてはいたかもね。なんだろう、そのもどかしい気持ちみたいな、うん、なんかきっとあの10話のあの時ってしようと思ってたわけじゃないんだろうね。なんかそうなんだよね、うん、なんか不安とか恐怖で押しつぶされそうになってる太陽をね、うんうん、その方法で支えてくれるというね。そうだね。本当にいい子だね。いい子だよ。いい子だよ。ぜひ最推しになってね。もちろんだよ。彩香もいいけど最推しになってね。いやもうね、だって10話って言ったらその後浮気でそうそうそう、つながるでしょ。そうあのね、出てくるんですよ、うん、彩香もね。そうでも、はい、むつみです。なるほど、うん、むつみ電動して、電動じゃない、電動入りしてますからね。電動してる。一心伝心してるし、うん、電動入りしてるし、うん、それはもうむつみさんですよ。なるほど。まあまあまあ、それは一回置いときまして、まあ、置いとくか。何でした。あ、お二人は家族に認められたりされて難しくなったことはありますか、うん、ということでございますね。認められたり、うん、そうだね。でも私、みんなそうだと思うんだけど、うん、このお仕事を始めてさ、うん、声優って仕事もさ、そもそもまず慣れるかどうかと、なった後どれぐらいご縁があるかとかって、ね、もう分かんないじゃん。そんなの本当に分かんない。分かんないじゃん。確率低いし分かんないのよ。そうそう、うん、って上でこうやってお仕事を続けられているのは、うん、親はやっぱすごく喜んでくれるじゃん。あ、やっぱ、うんうん、喜んでくれたり、うん、まあ、認めるというか、うんうんうん、否定も別に最初からされてなかったけど、うん、なんかいやでも頑張ってるねみたいにそう言ったり、あのなんだろうな、知り合い、会社の知り合いから見てます、うん、娘さんのとか言われるよとか、ね、そういうのを聞くとすごい誇らしいというか、うんうんうん、あ、もっと胸張って頑張ろうって思えるよね。わかる、うん、俺もやっぱそこかなって、うんうん、同じとこかなって、うん、なかなかその褒めたりとかそうしないパピーがね、うん、うちのパピーが なんだろう、もうな、レイジはな、声優っていう、まあ、自分のな感性をな、うん、まあ、出して食っていく仕事を、まあ、俺にはできないからな、やっぱそこは尊敬してるよなって、うんうん、うわ、言った言ってくれるじゅーっていうのは言ってくれるじゅっていう感じ、やっぱ難しくなるよね。あ、言ってくれるじゅってなるよね。じゅになっちゃうんだね。くれるじゃんって言いたいのに、そのじゅってなるよね。そっか、なかなかないよね。やっぱでも家族同士ってやっぱ難しくなっちゃうじゃん。うん、お母さんのここが素敵とか、お父さんのここが素敵とか、妹のここが素敵とか、別にあんまり言ったこと、確かに無重無重ってな、無重が言うって、無重が言うなっちゃうの、言う方も難しくならない。あんまのならないかな。どうなんだろう。こういうとこやっぱいいよね、お母さん。マジで。でも私は結構すぐ認めちゃうというか、なんか親から、いや楓すごいね、こんな風に頑張ってって言われると、うん、だよねって言っちゃう、うん、すごいよね、なんかこの業界がもう大変だから、確かにすごいよねってすぐ受け入れちゃうかな。素晴らしいね、素敵だね、うん、お母さんはギャルママ、ギャルママギャルママはギャルママを、え、ギャルママが、ギャルママをギャルママがギャルママをギャルママが、私何も言わないからね。ギャルママを私が、あの、こう、お母さんここ素敵ねっていうのか、あのギャルママが私に何か言ってくださるのか、どちらの、どっちも、どっちも、どっちもどっちも、でも LINE するよね、お母さんとね、うん、だからネイル、こんなお客さんのやつ今回してきたよみたいな、うわーすごいじゃんみたいな、うん、綺麗だねとか、うん、っていうのを言ったりするし、
なんかインスタの俺が上げてる写真とかのやつをお母さんがお、なんかいいじゃんみたいな、みんなのコメントのやつも読んでるよみたいな、面白い素敵じゃんみたいな、写真うまいじゃん、猫かわいいじゃんとか、そういう話だよね、うん、そう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 、うん、オッケーオッケーオッケー、次ありがとう、ツナポンさんありがとうございました。よし、こう次のルックスパイネームこちら。あれ気温下がってる。0.3 度下がってる。 0.3 度下がってる。空気を冷やしちゃったか。冷やしちゃったよ。滑ってるから。滑ってるから。僕は暑いっすよ。僕はね、僕はね、周りは今ひんやりしてるかもしれない。でもなんかあるよね、氷置いとくとさ、なんかね、なんかなんだっけ、湿度下がるか、なんかじゃあ温度下がる、気化してみたいな、温度で氷だから滑っていますよ。ごめん、むつみごめん。あ、これエディちゃんか。ペンネームルイさんからいただきました。ルイさん、ルイさんありがとうございます。川島さん、本田さん、こんにちは。ちょいちゃ、俺は太陽くんが大好きすぎるのですが、うん、前に太陽くんが女装をしていましたね。今まで女装をした経験やコスプレした経験などがあれば教えてほしいです。だって、うん、確かにね、ようこちゃんだ。そう、ようこちゃんになったし、まあ、最近で言うとね、13話もね、うん、おじちゃんおばちゃんになったし、ね、そうそう、おじちゃんおばちゃんになったし。どうです、女装とかコスプレってことですか。そうです。あー、エデちゃんだったら男装とかそういういろんなこととかだねってことですか。うんうん、あるかな。あの、なんか、うん、コロナ禍でなんかそのズームにつないで新選組だったから、新選組のなんか格好をして、うん、あのお客さんもつないでやる朗読劇みたいなのがあったんだよね。へえ、リモート朗読劇。そう、リモート朗読劇があって、なんか部屋とか分かれたりするから、なんか分割されて、うん、訓練パートと潜入パートみたいなのとかあってやるみたいなので、うんうん、なんか初めてそのウィッグとかカラコンもつけたんだけど。ガチだ。カラコンってあんな痛いの。怖い。めっちゃくちゃ殺す。俺の付け方が多分悪かったんだと思うんだけど、初めてだったから。裏表違うと痛いよね。あ、そうなんだ。逆だったのかな。あとでもなんかカーブとかあるから、目の丸み、あ、合わないとか。なるほど、合わないとかあるんだ。カラコンする？うん、ずっとコンタクト。私目が悪すぎて土入りのカラコンずっとつけてる。あ、そうなんだ、うん、今は違う。今違う。つけてるつけてる。あ、つけてんだ、うん、ナチュラル。ありがとう。ナチュラル。で、なんだっけ。女装とかコスプレの話だもんね。あ、でもそうだな。それで言うと、うん、コスプレまでいかないんだけど、ゾンビのお仕事とかが結構作品であって、うん、で1回だけ割とガチのゾンビっぽいメイクをした時があったのよ。いいな、特殊メイクみたいなってこと。いや、まではいかないんだけど、普通にメイクさんがちょっと水色っぽいようなのを肌に塗って、うん、首ぐらいまで顔から塗ったりして、血色悪い感じ。で、そうそう、目も赤いカラコンも用意してもらってつけたんだけど、なんか難しいね。そうなの。そう、やっぱ普段のメイクがいかにナチュラルで盛れるのかってことを考えたね。ゾンビのまま盛れるってなんか難しそうだし、ね、やっぱゾンビ盛りは難しかった。ゾンビ盛りむずいよね。やっぱゾンビって盛れるわけがない。まあそうね、うん、ゾンビそうね。そう、意識がね、ちょっとゾンビ界とは違うかもしれないよね。そうだね。うん、おっと。いい役者やニュアンス乗せてきたな。気づいた、みんな。え、乗せてない。気づいてるな。自分で会話してる。気づいてる、ね、味噌汁飲んでるから頑張ってね。俺も飲みたい、そろそろ。知らんわ。白味噌の豆腐飲みたい。ありがとうございました。終わった。夜桜さんちの大作戦、スパイデイレディオ。続いてはこちらのコーナー、スパイデイレディオ今週の見出し。番組のタイトルになっているスパイデーにちなんで、スパイデーがもしも現実にあったら乗りそうな情報を番組内でお届けしていこうじゃないかというコーナーです。へい。今回はまずはスパイリスナーさんから届いた見出しをご紹介しましょう、はい、こちらはスパイネーム秋あかねさんからいただきました。おお。川島レイジ宝を独り占め。え、こちら
SNS にて夜桜恭一郎役の小西克幸さんのフォトブックを持ったエーレ氏、レイジル氏の姿が確認された。レイジル氏が、投稿にてフォトブックには小西さんからのサインと長文のメッセージが書かれていたという情報の記載があったが、僕だけの宝という感想のみで内容について深くは語られていない。気になるその内容について明かされる日は来るのだろうか。なるほど。あ、僕だけの宝。それですか。独り占めですね。いや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 、エーデちゃんもね、書いていただいて。そうですね。あの茶屋町の時にね、まさか大阪で渡してもらえると思ってなくて。なんか私たちちょうど3人それぞれ、まあ、あのデジタルとかいろんな形で写真のものがね、ちょうど最近ね、そう出た3人なんですけど、交換し合おうって言ってたけど、大阪とは思ってなくて、大阪に持ってきてくださいましたね、でも本当いただいて開いたらサインと、サインすごい長文のそれぞれに、サインと長文のね、長文のメッセージも送ってくださって、めちゃくちゃ書いてくれてたもんね。でうっすらお互いのうっすらね、読みはしてないけどうっすら見せ合って、そうそうそう、あ、なんか私の方が長いねみたいな、あれエーデちゃんの方が長くないっすか、コニスさんって、うん当たり前でしょってチャーミングコニスさん、 そうだ、そう、いやでもね、そうだね、言える、いやみんなには見せらんないよね、やっぱコニスさんが当ててくれた、ね、文字だから、文字なんでちょっとやっぱね、まあ秘すれば花、こういう使い方だっけ、あるような気がする、謎だからこそ、あ、ぶね、BGM が盛り上がる、謎だからこそ、あ、味噌汁飲んでるね、ミステリーで秘密だからこそこう惹かれる何かみたいなのがあるわけですよ。これを公開してしまうと、もうやっぱ人ってやっぱね、満足いってしまってはあれですか、これはまたまだ出せないかな。ねえ小西さん、小西さん、小西さん、小西さんもうんと言ってらっしゃいます。行こうば言わせてるまた違うタイミングでね、はい、出るかな。めちゃくちゃ嬉しいこと書いてあった。うん、そうだね、私もすごく嬉しいこと書いてあった。ねえ、秘密だよね。うん、言えない。そうだね、また言えないわ。ごめんなさい、ごめんなさい、秋茜さん、独り占めさせてください。まだ独り占めさせてください。はい、さあこれなんだっけ、見出しか、これ見出した、次見出しです。あ、見出した。次は多分、おそらくこちら、夜桜さんちの大作戦第14話予告見出し。あ、やってました。ピンポンピンポン、おそらくでやらないでください。ツークール目ですから。そうですよ、もういけますよ。いけなかったですけどねテレビアニメ抜けてたな。ということで、2人で、アニメ第14話の予告見出しを考えていきましょうというコーナーでございます。はい、14話もねすごくいろんな、いろいろですから。14話てか、そう、レイジルさ、そうやってこう話数をさ振り返るときに見てるやつ、うん、それすごいね。あ、そう、毎回やスマホの中にさ、そうメモとしてアニメ見て、その時にやっぱ第一印象大事じゃない、うんうん、で2回目見た時はやっぱもう1回目に見た時とやっぱ感じられないものがあるから、うん、見ながらもうこうダラダラダラって打ってメモにね、話数ごとの印象とか話すこと、そう、うわ、めっ全部の話数ってこと？全部の話数。タイトルとかもね書いとくとね、何話って言われると、あーラジオでもやったし、あの辺の話っすねみたいなのが。いいねそれ。そう、結構やっぱ収録テレコでさ、あ、先の話数取って後ろに戻ってとかあったから、うん、そういう時もねありますね。こっち脳内ぐちゃぐちゃになってる時があるから、結構こうやるとなんか正しくなるなっつって、うん、そう、みんな見直しちゃうかな。ありがとう。見直せた？見直せた、みんな。いやダメ、自分で言っちゃダメ、あー最悪や今の、自分で言っちゃった。じゃあ無理だったね、みんな無理だったね。で、なんだっけこれ、予告見出しか。はい、順番の予告見出し、あえてちゃんからいいですか。はい、じゃあ私から。テレビアニメ夜桜さんちの大作戦第14話見出しはこちら。めーんめーん、ごめーん、遅れてすみまめーん。ないよそんなシーン。あるあるある。また先のシーンやって、これ今ピーってなってんじゃない。合ってるよ。めんめんごめん、遅れてすみまめん。合ってるよね。いや、あの2個ぐらい入ってんの、心の中に入ってる、ね、2個ぐらい入ってて、はいはい、まあざっくりね、
まあ、あの Yes ma'am No ma'am ってこと。確かに Yes があったら No もあるよね、Yes みたいなね。 Yes があったら No もあるそういうことだわ。おおおこの14話は面白いじゃないの。おお、そういうことよ。なるほど。遅れてすみまめんよ。そこもかかってるってこと。そう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 。なるほどね。いや、なんか言いたいこといっぱいあったんだよな。いっぱいあるよね14話。いいね、そこをついてきましたね。はい。いやでもね、キーパーソンですから。パーソンすぎるよ、キーすぎるよ。キーなんだよね、うん、じゃあレイジル私、はい、よし、じゃあちょっと OK、 よし、並べ替えます頭で。うん、オッケー。僕が考えた14話の予告見出しはこちら。スパイ100人が選んだ君はどこが一番いい？起きる場所ランキングトップ10。あー、起きる場所？うん、と言いますと、まあ、寝起きというか、うん、おはようございます、グッドモーニングの起きる場所ですね、うん、場所、自分のお家のベッドだけじゃないと。ベッドだけじゃないです、やっぱスパイたるもの、うん、なかなか自分のベッドで寝れる日も少ないんじゃないですか。確かにみんなそうだよね、うん、今お聞きの皆さんの、スパイの皆さんもどうですか？ソファーとか、会社の机とか、会社の机とか。エーデちゃんはここでは起きたくないなみたいな場所ございますか？まあ外。あ、外ね。その木の場所とか怖いよね。そうだよね。な、経験もないしこれからもないと思うんだけど、その、まあ、例えばね、飲みすぎちゃって、うん、記憶ないけどなんか木のね、根元で寝てたみたいな、そういうことだもんね。ねえ、わかんないけど。そういうの怖いよね。作家さんはどうですか？話しかけてる。作家さんさんは今回はどこ、やっぱどこだったら、外、何を聞いてるんですか？やっぱどこで起きたら嫌かなみたいなとか、どこ、ベッド以外全部嫌ですよね。ちょっと嫌ですよ、うん、ソファーで寝てないですか？寝てないみたいです。ちゃんとベッドで、ね、こんな綺麗な方が、ね、ベッド以外で寝るわけないじゃないですか。じゃないともこんなお腹綺麗にね、うん、なかなかね。横顔なんてすごい綺麗なんですよ。本当ですよ、私知ってますから。いや、聞こうと思ってたんですよ。この、あの女性の、はい、あの代わりに ね来てくださってるというか、いつもお世話になってるんですけど、そうなんですよ。あまりにも顔面が綺麗だなって、そうなんですよ、私思ってたんですよ。いいな、うん、まあ、でもこっちからはもう両方とももう花と花を私見させていってる状態でやっておりますので、次のツークールが楽しみですね。はい、次に行っちゃった。もう俺何言ってんだろうと思って、さあ次に行きましょう。次に行きもう次に行きましょうのカンペ用意してあるじゃないですか。用意してあるじゃん。じゃあ皆さん、第14話の放送最後までお楽しみに。スパイデーレディオ。続いてはこちらのコーナー、スパイ特訓大作戦。来た。来た。はい、太陽は一人前のスパイとなるべく様々な特訓をしています。 BGM 変わった？うん、そこで太陽役のレイジルも一人前のスパイパーソナリティになるべく様々な訓練を受けていこうというコーナーです。ずっとこの BG だよって言って、 BG 変わってないよって、レイジル頑張ってこうね。はい、今回はこんなメッセージをいただきました。スパイネームランチさんです。ありがとうございます。最近のスパイデーレディオを聞いていて思ったのですが、レイジルのむつみへの愛が薄くありませんか？やっぱそう思う？確かに彩香は可愛いですけど、改めてむつみラブなレイジルの姿が見たいです。何を言っておりますか、むつみですよ、むつみ、むつみ殿堂入りしてるんだってばしてるんだってば。言えば言うほど薄っぺらいんですけど、今日はね、ご用意しておりますよ。え、本日の訓練内容です。え、こちら、むつみへの愛を再確認、地雷突破ミッション。今からむつみ役の私、本土帰りに関する2択のクエスチョンを10問出題します。この地雷はむつみの地雷じゃなくてエーデちゃんの地雷ってこと？はい、役の私、エーデちゃんの地雷でございます。ほんと、そっちですか。はい、だからレイジルはこれ10問、うん、あの全問正解を目指してください。全問？全問です。あの地雷なので、うん、これ1問間違えるごとに爆発します。怖っ。はい、まあ地雷は確かに一つでも爆発したらもう無理か。はい、まあ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 爆発してもまあ進んでもらって
諦めずに諦めずにね。でこれ一問一問真剣にじっくり考えてください。なるほど、うん、でも自信ありますよ。ある？言うてですよ。本当言うてもね、夜桜も収録長いですから。長いね。そうだね、やらせていただいてますし、うんうん、いけますよ。わかりました、じゃあ皆さんも一緒に考えながらやってみてください、うん、むつみへの愛を再確認、地雷突破ミッションスタート。第1問、うん、パン、ご飯、私が好きなのはどっち？あー、そういうことですね、うん、パンとご飯、はい、これは、うん、簡単なんだよね。簡単だよ。でもね、じっくり考えてね。これは、うん、エーデちゃんは、うん、実は、うん、実家の時はご飯を多分食べてたんですよ、うん、ご飯を食べてたんですけど、やっぱ最近ご飯炊くのもやっぱ大変ということで、うん、やっぱりパンはふわふわで美味しい、いつだって食べれる、そしてね、パサパサしたりもするけど、パンもするけど、でもパンです。違います。なんで？最初から1個目からもう失敗なんですよ。1問でも違ったんで。なんで？でもせっかくなんで続けましょうか。なんで？ご飯が好きです。まあ、どっちも好きです。どっちも好き。でもどちらかといえばご飯が好きです。おにぎりが好きとかそういうこと？もう好きですね。パンも好きですけどね。メロンパンは？まあ好きですよ。アンパンは？うん、でも明太フランスパンが一番好きかな。おにぎりより明太子おにぎりと明太フランスパンどっちが好きなの？その2つだったら明太フランスパンかな。やったいや違うんですよ。でもパンご飯って言われたらご飯なんですよじゃあ次行きましょう。第2問、犬猫好きなのはどっち？これは、うん、まあ、猫のね、うん、もちろん好きだと思いますし、うん、私も猫のね画像をいっぱい見せたりするんですけれども、拝見してますよ。もうどうかな、うん、まあ、でもリアクションの反応的にこれはね、うん、エーデちゃんはワンちゃんが好きですね。正解です。ありがとうございま す、はい、大正解で、まあ、猫も好きなんですけどね。猫ももちろん好きですけど、ね、めちゃくちゃ可愛いんでこれからも見せてくださいね。もちろん見させていただきます。おし、ここからちょっと築き上げていきましょう。こっからだよ。第3問、うん、夏冬好きなのはどっち？こんなのみんな簡単ですよ。簡単？うん、何何？今エーデちゃんは、うん、汗をかいてらっしゃる、うん、暑がりなんです。うんうん、夏暑いのね、大変そうね。だしエーデちゃんはもうファッションが好き。やっぱファッション好きといえば、あの冬でレイヤードで重ね着、これがしたい冬の方が好き。大正解。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。理由も完璧でした。理由も完璧です。私がもう人よりも暑がりで、暑がりで、そうでしょ。あとファッションも重ね着できるのが楽しいから冬でした。そうでしょ。おー、いいよ。やっぱちゃんとこうら辺になると、やっぱパンとご飯はむずいねそうかね、そうだね、むずいね、難しいよね。行ってみよう。はい、じゃあ次、うん、インドア派、うん、アウトドア派どっち？オーケーオーケー、インドアかアウトドアか。まあ、エーデちゃんが最近、まあ確かにユミさんたちと、うちのミさんたちと、うん、何物破壊しに行く場所にね行ってましたけれども、松岡義嗣さんとも、義嗣さんたちとも一緒に行ってらっしゃいましたけれども、うん、あれもアウトドアに見せかけて室内、そしてなんか家の中で結構ゴロゴロするの好きって言ってた気がするんで、これインドアです。皆さんどうでしょうか？正解です。ありがとうございます。パンとご飯以外は答えられます。パンとご飯以外じゃあ次、うん、コーヒーは飲める飲めないどっち？コーヒー、これは難しいですね。コーヒー、一つヒントがあるとしたら、さっきエーデちゃんは紅茶を飲んでたんですよ、うん、90度の紅茶を、入れて、熱すぎて飲めないという状況まで陥っておりました。そうです。なぜここでコーヒーがたくさんある、ケータリングがねここすごくいろいろ揃ってるんですけども、コーヒーがある中、うん、なぜ紅茶を選んだのか。それはやはり甘いもの、苦いのが苦手ということで、ちょっと紅茶にも甘いものを入れたんじゃないでしょうか。コーヒーは飲めない。飲めます。なんであえて紅茶を飲んでました。罠か。わざとです。罠か。この問題が控えてるからわざとです。ヒントかと思ったしゃじゃあ次行きましょうか。作らってるな。まずいね、そろそろまずいね。私は貯金するタイプ、散財タイプ、どっちでしょ？ OK、 こんなの簡単です。
どうぞ。結局これは簡単っていうのはちょっと私のことを知ってるんでしょうか。知ってます知ってます知ってます。もうこれはね、もうね、うん、A でちゃんと言えばもうもっぱらの、まあでもインドアなのでなかなかね、うん、お金を使う機会もしかしたらあのアウトドアはよりかは少ないかもしれないですけど、まあ趣味は人それぞれ。そしてあえでちゃんの趣味はそうファッション。ファッションはね、でちゃんはねなかなか毎回いい個性的なねファッションされてますよ。ということはね、やっぱ服を買っちゃうのよね。なんかそんな話を1話の時にも俺してた気がする。なんか気づいたらあそこのブランドのコラボのやつね一緒に買っちゃった。あんなもん気づいたらポチっちゃってたって言ってたんで、散財タイプです。正解です。ありがとうございます。散財です。散財です。服ですかとかですか。服やら食べ物やら。食べ物もそうなんだ。貯金はするけど一応やってはいるんだけど、あんま深いことを考えずに。そうなんだ。今を生きているかも。次、うん、性格は大胆慎重どっちでしょう。オッケーです。まあこれで今のねやり取りで言ったら、まあ大胆が僕でエーデちゃんが慎重、だと思うが本当はわからない。皆さんには大胆に見えてるかもしれないですけど、エーデちゃんの本心としてはやっぱいろいろね、いろいろ考えて行動してるっていうところもやっぱあったりもするし、大胆なところもあるんですけど、ベースは慎重。ブブ。ええ。あ、エコーだ。これはでもすごい悩みました。悩んだ。ことによる。ことによるよね。うん。ことによるけど考えた末大胆にしました。なんで？なんで？なんか例えば買い物はって言われて。スタッフさんに相談したら、買い物だったら大胆かなみたいな。いやですよね。気にしないなみたいな。はい、うん。でしたら正解ですわ。でしたら正解ですわ。次行きましょうか。うまずいぞ。じゃ あ, あと3つだけあるからやろうか。オッケー。自分の名前気に入ってる気に入ってないどっちでしょう。これは気に入ってます。正解です。いい名前だよ。いい名前だよね。今度と来て、そして楓っていいよね。なんだろうね、なんか響きも漢字のさあれもさ、うん、全てがいいよね。わかる。私でも楓ともう一択あったのは桜だったの。桜。そうなんだ。そうだからちょっと夜桜に縁を勝手に感じながらね。確かにね、どっちも。え、でも楓になったのはみたいなのもあるの。楓になった理由は何だったかな。文字数もあったかもね。ね。うんうん。ストレートででも桜、漢字も桜ってこと？うん、そう、一文字の簡単な方。夜桜の。あんまりないかもね。確かにね。まんまの方って。まんまってあんまいないかもね。ないかもね。そうそうそう。そういうのもあるのかな。あったかもしれませんけども。ね。そう聞いております。いいよ。あと2問正解したらまあまあまあ成功でしょう。はい。じゃあ次。今悩み事があるないどっち？ある。正解。ごめん皆さん、ちょっとまず、ね、結論から言っちゃいました、うん、これはやっぱエーデちゃんっていうのはやっぱね、とてもお芝居にストイックですから、うん、前回かお芝居のやつ何パーセントみたいなね、僕 40% 理想のあれで 40% ぐらいかなって言ったら、エーデちゃんもうないよ、うん、無だよみたいな、うん、言ってて、うん、ゼロっていうことって、ってことはやっぱりね、さらに上げるために楽しみつつも悩んでるんじゃないかと僕は思います。そうだね。なんかどん底っていう悩みって感じじゃないんだけど、うんうんうん、なんか楽しく悩むって感じかな。そうだ、多分考えるのが好きで。お芝居のことってこと？それともお芝居以外も？以外もかな。あの、そうなんだね、川島礼二ってどう対応したらいいんだろうとかも悩んでる。なるほど。ツークール目もラジオ一緒にやんのか。どうする？苦しいけど楽しみながらやるにはどうするっていう。汗かくけどどうする？汗かくけどどうする？さあ室温は28.7 度。行き来してますね。さっき 9.2 とか3まで言ってたからね。ね、最高はそこだったね。いや、聞いてきたね。じゃ最後、はい、占い信じる信じないどっちでしょう。信じるか信じないか、信じるか信じないか、占いです。でも皆さんどうですか。僕はもうねあるんです、答えは。なるほど。うん。あーっと水晶みたいなのをね混ぜてってるっていうか撫でてるっていうか、あれは何をしてるんだろうね。エネルギーを感じてるのかな。信じる。正解。ありがとう。信じていきましょう。信じる。いいことは信じていこう。なんでかなっていうのも、うん、やっぱ本土楓氏といえば、うん、MBTI 大好き声優ですから。はいはい、ね、そう大好き。あれもまあやっぱ科学的根拠なところもあるとかないとかみたいなところもあったりするということは、まあ、なんか性格診断とかそういうところも
ちょっとやばい、 MBTI 好きだからこれなんか深く言うとなんかもしかしたらエーテちゃんに嫌われるとかあるかなっていうのもあるけど、慎重に行くがしかし大胆に行くことで、まあやっぱちょっと近しいものは感じるのかなということで、占いは信じてる、うん、そうだね、うん、占いは楽しいなって思うし好きだよ、ね、で元町中華街で手相診断とかはしてない、何度かしたことある、あるやはりある、うん、昔ある、うん、あるよね、うん、次気になってるのは何の話何の話何の何え、ねえねえ、なんだっけ、ね、その16タイプ16タイプ、うん、あーなんかあったよね、川島レイジなんだっけ、うん、なんかエーデちゃんと相性悪いみたいな、相性悪かったんです相性悪いみたいなやつだったよね、はい、まあでもね、まあとりあえずそうね、あのこのコーナーで言いますと、今のクイズやってたんですけどね、はい、ミッション、はい、正解は7つ不正解は3つ、いいじゃん、というわけでクリアならず最後のドンでしたまあでも推理も込みで合ってるものもあったから、おぼち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 これからかな、あ、うん、パンとご飯が当てられなかった、うん、コーヒー飲める飲めないが当てられなかった、そうだね、で性格、まあ、性格はもう服とかそっちだったらね、うん、なんか結構そうだね、うん、変わりうるところが難しかったのかな、難かったね、うん、というわけでリスナーの皆さんからレイジにやってほしい特訓を募集しているぞ、夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ、ここで夜桜さんちの大作戦告知ミッションです。お、しっかりしてるテレビアニメ夜桜さんちの大作戦は毎週日曜日午後5時 MBS TBS 系全国28局ネット日語枠で連続2クール放送中、プライムビデオネットフリックスにて毎週日曜の午後5時半より見放題最速配信中です。おお、しっかり言えてますね。もちろんです、またテレビアニメ夜桜さんちの大作戦ブルーレイ &DVD 第1巻がついに発売になりました。きたー、ありがとうございます。かっこいいやつ。そうです、うん、こちらキャラクターデザイン高橋みずきさん書き下ろしスリーブや、うん、ミニアニメ夜桜さんちのミニ作戦など豪華特典満載です。はい、原作夜桜さんちの大作戦は週刊少年ジャンプにて好評連載中です。コミックスは最新第24巻好評発売中です。はい、続いてグッズ情報です、はい、テレビアニメ夜桜さんちの大作戦のキャラクターをラインナップしたコレクターズカードが登場、うんうん、カードはノーマルカード、レアカード、スーパーレアカードの3つの仕様となっておりまして、うん、スーパーレアカードはキャラクター名とセリフが白押しになっています、うん、スーパーのお菓子売り場、アニメイト、アマゾンなどにて販売いたしますので、ぜひチェックしてみてください。いいですね、スマホの後ろにねクリアケースのとか入れたりとかね、かわいいね、めっちゃかわいいんでぜひぜひねチェックしてみてください。うん、そして続いてテレビアニメ夜桜さんちの大作戦の楽曲情報です、うん、オープニングテーマは生き物係の運命ちゃん、そしてエンディングテーマはチコのファム、両楽曲ともに好評配信中です。はい、そして皆さん、第2クール目の楽曲なんですけれども、はい、はい、オープニングテーマがフリップサイドフィーチャリング南條佳乃のシークレットオペレーション、エンディングテーマが遊び同盟の結婚行進曲に決定しました。聞いたー、やっほー。 CD はそれぞれ8月21日にリリースになりますよ。本編での登場お楽しみに。めちゃくちゃ可愛いことになってますね。はい、ちょくちょくすごい素敵ですよ。すごい素敵なんでね、ぜひぜひあの本編の方でもお楽しみください。以上告知ミッションでした。夜桜さんちの大作戦スパイデーレディオ、毎回放送直後に放送しております夜桜さんちの大作戦スパイデイレディオ、うん、お別れの時間になってきました。放送直後に放送ね、ん、放送直後、正解か、放送直後に配信、まあ、放送直後に放送だと5時になっちゃうんじゃない、このラジオ。え、でも放送直後に配信だから、放送、この放送直後もなんて言ったか、合ってんのか、合ってるか、
危ねえ。セーフです。無事2クール目のラジオも始まったということで、うん、2クール目の意気込みを、次回から次回からだ。じゃあ意気込みようか。意気込みにしようか。うん、どう？そうだな、みんなには知らない中でちょっと今日 NG な話をしちゃったので2クール目はなんかもう編集いらずなラジオとか。あ、編集いらずなラジオね、うん、まあ難しいだろうけど。いや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 、いつもほとんど編集ないっすからね。そうだよね。そうだと思う。そうだよね、音楽足すとかぐらいだもんね。そう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 、多分。いや、そうですよ、うん、こういう音楽もねこういう音楽もね、いや、いろいろね、そう、放送やっぱ聞くと、うん、音楽変わってたりとか、うん、SE 流れてたりとか、いろいろやってくださるんですよ、本当に、うん、ね。2クール目はそうだね、ゲストでまだ兄弟来てない方もいらっしゃいますし、います、います2クール目からね、まあ、新キャラもやっぱいろいろどんどん増えてやってきもしますから、うん、どんなねゲストさんが来るのかも楽しみだね。そうだ ね、 兄弟みんな来てほしいな、ね、うん、あとはゆうきさんとよしつぐさん、よしつぐさんかな、本編っていうとね、小西さん、小西さんもまあイベントで最近 ね、 茶屋町でやったけど本編にも来てほしいし。そうだね、こっちにはあれだもんね、うん、兄弟もその辺ですね、うんうん、まあ、いろんな方いらっしゃるんでね、ぜひぜひいろいろお呼びして、また湯桜さんちの大作戦の魅力を伝えていければなと思います、うん、はい、続くの面もよろしくお願いします。お願いいたします。さて、ではですね、この番組は毎週日曜日の午後5時30分に配信されますよ。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送れますので、よろしくお願いいたします。ということで、また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は浅野太陽役の川島レイジと夜桜睦美役の本土楓でした。ミッションコンプリート。